はいはい。素晴らしい。楽しみにして、私からのお願いです。それyou
はよう。ああ、いらっしゃ、またいらっしゃ、よくわしらが探し物してるってわかったな。お前、わしのメガネを。お、お前さんってば、ちょうど誰かに手伝ってもらえたらな。こんだけさて、ば。外に大層なもの落ちてござったよ。おお、これじゃよ。こ、金の財布でも銀の財布でもなく、この財布を晒しとったんじゃ。やや、お主、噂の転校生殿であらせられるね。拙者も同門。拙者フランスよりこの近所に参った留学生、アンドレ・ローラン・ジャン・ジェラール、あざなはベベと申す者なり、お見知りおきを。こんなとこじゃなくて、今後ともよろしく。拙者常日頃より家庭科室で修行の身、暇なら遊びに来るです。それではオルボワールでござる。ずいぶんと、まあハイカラな子だったね。確かこの中に入れといて、財布の中なら忘れんじゃろうって。おお、あった、やっぱり財布の中じゃ。やったね、わし。おじいさん、それって、その鍵ってもしかして。
やだな、ばあさん。車の鍵じゃろうが。息子が乗ってたやつの。こんないい子が来てくれたから、こう、二度目の若気の至りかの。久々にアクセルブーンってしたくなってな。ばあさん、わし、いくつに見える？やめてください。車に乗るだなんて。私を一人にするつもりですか？はあ、ごめんなさい。いきなり大声出しちゃって。息子な、こないだ話したじゃろ？死んじまった息子。仕事から帰る途中、事故でな。酔っ払い運転のダンプに突っ込まれての。ああ、わしを殴っとくれ。デリカシーのないわしを殴っとくれ。ばあさんの気持ちも考えずにはしゃいじまって。わしってやつは。せっかく財布も見つかったんだし、あれ、お前さんにはこれ、一緒に財布を探してくれたダチンじゃよ。おかえり。すまないミツル、あと少しで終わる。まあちょっとな。アキヒコ、体の調子が悪いのか。さっきから息が上がっているようだな。俺なら大丈夫だ。それよりこいつを気にしてやったらどうだ。こいつも転入早々入院して授業が受けられなかったんじゃないか。確かにそうだな。去年の私のノートだが、よければ使ってくれ。授業内容はそう変わらないだろうからな。相変わらず完璧なノートだな。教科書より分かりやすい。褒めても何も出ないぞ。だがそうだな、ノートの取り方には少々こだわりがある。授業中は先生の話に集中し、メモに留めておく。後で内容を構成し、ノートにまとめるんだ。時間はかかるが、後の復習もはかどるし、効率もいい。日頃から計画的にこなせば、試験も余裕だろ。君は物覚えが良さそうだな。今度、効率のいい勉強方法を教えようか。ミツルの言う通り、効率は大事だ。時間は誰にでも平等だが、それをいかに使えるかで成長に差が出る。なあ、時間は1秒たりとも無駄にはできない。では、そろそろ勉強に戻ろうか。よし、終わったぞ。おい、アキヒコ、その汗に息切れ、やはり体調が悪いんじゃ。いや、実はずっと空気椅子してたんだ。ノートを写し終えるまでやめんと決めてな。勉強と筋トレを同時にこなす、これが効率的な時間の使い方というやつだろ。お前というやつはいつも完治前に無茶はするなとあれほど言っただろう。効率重視と言っても極端すぎる。
君は絶対に真似してくれるなよ。よし、みんな結構進んだな。今日はここまでにしよう。大セール実施中だ。今日は大安売りの日だぜ。どれにする？そいつでいい。はい、ガリいつでも手に入るってのはありがたい。買い忘れはねえか。毎度あり。
なあ。なあ。参っちゃうよ。霧城先輩に釘刺されちゃってさ。赤点取ったらどうなるか覚悟しておくんだな。なんてもう目がマジのマジよ。つうわけで頼む、二人とも俺っちに救いの手をプリーズ。だったら真面目にやんなさいよ。全然集中してないじゃん。ほら、こういうのってまずは準備っつうの。キプツク上の上を片付けてきれというわけで、いおり。はあ？では君、歴史、数学、国語、どの順平講座が聞きたいかね？うん、歴史の話が聞きたい。土器が出たとか言ったらひっぱたくから。オチ先に言っちゃうのなしでしょ。あと暴力反対。つかこういう息抜きも必要でしょ。お前はどうだったよ、順平講座。ほんとそれ、順平は勉強中口開くの禁止、息だけ許可。それじゃ勉強会の意味なくない？順平に付き合ってたらこっちまで勉強が進まないっての。いっそ赤点取って霧城先輩にきついお仕置きをしてもらった方が勉強になるんじゃない？いや、ちょっと待って、ほんの冗談だって。真面目にやるからお願い、見捨てないで。こうしてこうすれば。なあ、ここんとこ教えてほしいんだけどさ。へえ、ちゃんとやる気になったんだ。最初からそうやってればいいのに。さっきの話、落ち前にちょい間を取った方がウケると思う？それともテンポ重視でいくべき？順平はもう空気だと思って二人で勉強しよっか。今日はこの辺にしておこうか。一緒に勉強したおかげではかどったかも。
そういや、よし。そうだ、メイブルースの意味は五月病。では次のセンテンスの。どうしたイオリ、五月病か。いや、なんでもです。あ、キリジョー先輩、この問題なんですけど。なあ、マジでやべえくらいいい匂いするよな。おいおい、色気より食い気かよ。お前にはわかんねえ、このかぐわしさ。あ、俺も思っていた。たまらないな、この香りは。お、話せるっすね、真田さん。いやー、いいっすよね、華やかでエレガントな気品あふれる香り。どちらかというと刺激的な中に溢れるようなジューシーさを感じるが。え？今夜食に牛丼を温めてるんだ。いい匂いだろ。そっち？つか牛丼？お前もかよ！普通ここは食い気より色気っしょ。あはは、真田さん、俺の分もあります？牛丼の前に勉強だ。ほら、君も手が止まっているぞ。牛丼。まったく、あと5問正解できたら食べていいぞ。どう、牛丼。まるで人参をぶら下げられた馬だな。食べ物に釣られるとか単純すぎでしょ。よし、ここまでにしよう。夜食もほどほどにな。
助かる。中でしたから先輩のお構いもできずに、時間がかかってしまって本当にすみませんでした。このお店品揃えがいいから欲しい本一つに絞りきれなくて。先輩は本なんて読んだりします？私も漫画大好きですよ。部屋の本棚少女漫画だらけですし、好きな男の子に告白できない主人公に自分を重ねてやきもきしてしまって、すみません、こんなところで立ち話なんてしてしまってお店の人にも迷惑がかかりますね。メガネで暗い子と一緒にいて退屈と思っているのでは？よかったです。私そのことがずっと心配で、そうじゃなくて、今日は私自分から先輩に質問することができました。私もっと物おじせずに人と話せるようになりたいんです。担任の竹の塚先生からもクラスのことでいろいろお願いされることがあるんですが、怖くていつもうなずくだけで。それは大した話じゃないんですが、私のお父さんすごく怖い人で、今は一緒に暮らしてはないんですけど、怒った時の顔とか今でも覚えてます。だから男の人を目の前にすると今でも思い出してしまって。いえ、こちらこそお気遣いありがとうございます。失礼しますね。また学校で。帰ってきたか。先輩、全開したそうですね。おめでとうっす。復帰メニューが山積みだ。丸一月サボってたわけだからな。急に無理するとまた折れちゃいません？そうも言ってられない。新たなペルソナ使いも見つかったしな。おお、新戦力ってことすか。もしかして女子とか？女子だ。うちの高等部2年のな。
山岸風か。三人とも知ってるか。山岸？あ、確か E 組の。なんか体が弱いとかで学校ではあんま見ないような。俺たちのいた病院へ来てたらしい。それで適性が見つかった。しかし素養があっても体がそれじゃ戦いは無理かもな。召喚機も用意したんだから。もう諦めちゃうんすか。せっかく俺が手取り足取り個人レッスンとか。何？そのかわいそうな動物を見るような目は。みんなよ、俺を見んなよ。ようやくだな。お前たちには負担をかけたが、それもここまでだ。あ、この日のために仕上げてきた。必ず答えるさ。遠慮なく指示をくれ。リーダーはお前だからな。遅れを取った分はすぐ取り返してやる。先輩としての意地もあるしな。まずは前線に出してくれ。
貴様。まずい。体勢を崩された。どれだけには。行動不能の味方がいる。解読か。立て直しを図れ。よし。闇の力は効かないようだ。ここはペルソナ。ペルソナ必中。一気に決めちゃおう。これで終わらせるよ。いや、他には…いや、ここは…
アアルファ。使い時か。ここは ここは
助かった。危ねえ危ねえ。アキヒカがダウン。何かフォロー。覚悟しろ。イオリの防御力が下げられている。俺の力で。注意しろ。やってやる。やってやる。一撃。ご苦労だった。俺強くなってんじゃん。俺もまだまだ強くなれる。よし。お、なんかすげえ箱見っけ。これは？そうだな。それなら。よし。なあ、今は戦いを重ねるたび力がついていく実感がある。もっと行きますか。お、お高。行け。はあ、シャー。
ってんじゃない。使い時か。どうする。ポルクダウン。インブリューだ。行こう。最後。いい連携だった。さあ次だ。シャドウ発見。敵はいいよ。今なら先制できる。ここは来い。弱点だ。レーザー。凍結の効果がないか。ダメだ。ここは耐えきれない。ダメだ。ダメだ。ダメだ。うまく決まったな。お、階段だぜ。気をつけて進んでこ。さすがにこの顔。先生のチャンスだ。今なら。闇の力は効かないようだ。この局面なら取り出す。闇の力は効かないようだ。ここはペルソナ。ナイス。いい調子。来い。インブリーダー。ここは敵がダウンした。ペルソナ。インブリーダー。敵がダウンした。ポルトナ。いい調子。行こう。うまく決まったな。やった。この一帯は全て調べられたな。見落としなしと。じゃあどんどん行こうぜ。敵艦隊先制できるぞ。凍結は効果がないか。どうする。どうする。いや、はっ。
凍結は効果がないか。俺の力で。トリフィックス。敵がダウン。やるな、アキヒコ。行け。ペルソナ。よし。くらえ。敵がダウン。その調子だ、フィオリ。の力で。いって。ペルメス。よし。さあ、行くぜ。終わりだ。悪を成敗。いい連携だった。まれにしかない箱だ。ぜひ回収してくれ。つか俺、いい感じに戦えてんじゃん。やあ、やばす。敵は2体。今なら先制できる。見せるよ、いいよ。これで終わらせるよ。それじゃね。ざっとこんなもんでしょ。決まったな。ねえ、あの箱、他のと違くない？腕を試すには、ちょうどいい相手。この局面なら。行け！トリデュークス！この場面なら。
いい運動だった。ねえねえ、ありがとあれは手強いぞ。どうする？強敵だね。慎重に行け。Thank you.
発見。俺はまだ行けちゃうけどね。よし、